ノルディア北海道は、北海道札幌市をホームタウンとする日本女子、サッカーリーグに所属する女子サッカークラブ。2004年、厚間町で活動する地域スポーツクラブ、厚間、スポーツクラブの女性部門である FC やドーマとして発足。監督には当時北海道保別高等学校の体育教師だった山田誠が就任し、2010年まで指揮を取った。 2005年、札幌地域リーグで優勝し、北海道女子、サッカーリーグへ昇格。2007年に、厚間、スポーツクラブの略称、ASC を取り入れた、ASC アドーマに解消。2009年、チャレンジリーグ参入決定戦 B グループで3位に入り、翌年からのチャレンジリーグイースト参入が決定した。また、同年より特定非営利活動法人北海道。 スポーツクラブに所属するとともに、本拠地を札幌市に移し、チーム名を一般公募により、ノールと DEA を組み合わせた、ノルディア北海道に変更した。2010年のチャレンジリーグイーストは6チーム中5位。2011年、コンサドーレ札幌元コーチの三浦正幸が監督に就任。3月8日、なでしこリーグ準加名が承認。 リーグは6チーム中再開。入れ替え戦で、愛媛 FC レディースに敗れ、北海道リーグへ降格。規定により、なでしこリーグ準加盟資格も1年で喪失。2012年、チャレンジリーグ入れ替え予備戦に出場したが、チャレンジリーグ昇格決定戦で、野島ステラ神奈川に敗北。また、入れ替え戦も、ジャパンサッカーカレッジレディースに2試合合合計0から4。 で敗北。2014年、北海道女子、サッカーリーグで、初優勝。さらにチャレンジリーグ参入決定戦でつくば、FC レディースとジュブリーレ鹿児島を破って、昇格を決める。2015年、チャレンジリーグイースト第6節終了後、監督の三浦正幸が辞任。公認監督に、真島秀幸が就任した。2016年、真島が退任し、 藤原秀明が監督に就任するものの同年6月に成績不振により辞任したため、コーチの浮田明が監督に就任し指揮を取ることになった。またその一方で、元選手2名が所属当時の監督からセクハラを受けた、などとして、チームを運営する一般社団法人と当時の元監督に対し計1000万円の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴。 同年11月24日に和解が成立した。この年のチャレンジリーグイーストは3位。2016、プレナスチャレンジリーグプレイオフジュニ決定戦は5位。2017年、横浜 FC シーガルズ元監督の中村博則が監督に就任し、浮田前監督は再びコーチに就任。チャレンジリーグジュニ決定戦では、 特殊点差で及ばず11位に終わり入れ替え戦に回ることになる。セレッソ大半海ガールズとの入れ替え戦では2試合とも引き分けながらアウェーゴール数で上回り残留を決めた。2018年はチャレンジリーグイースト最終節で勝ち点差1で首位のダイワシルフィードと対戦。勝てばチャレンジリーグイースト優勝となるところであったものの敗戦イースト3位に転落し、 プレーオフは5位から8位決定戦に回ることになった。プレーオフでは、第2節の前に、北海道イブリ東部地震が発生、第3節とともに中止となり、その後の競技の結果これらの試合は実施せずに、リーグ終了とすることとなった。2020年12月21日、2021シーズンより、ナデシコリーグ2部への所属が決定した。 出場12回ホームゲーム開催スタジアムは以下の通り。北海道リーグ所属当時のものは記載しない。2021年観客席ができました。札幌サッカーアミューズメントパーク。2011年10月15日閲覧。なでしこリーグ準加盟申請承認の件。日本女子サッカーリーグオフィシャルサイト。2011年10月15日閲覧。 マジマヒデユキ監督対談のご挨拶のルディア、北海道公式サイト藤原、新監督正式就任のお知らせのルディア、北海道公式サイト、藤原秀明監督辞任、浮田明奈新監督就任のお知らせのルディア、北海道公式サイトのルディア北海道元に、選手による、訴訟の和解について、ノルディア北海道公式サイト、 新監督就任のお知らせノルディーア、北海道公式サイト、2017、プレナスチャレンジリーグプレイオフジョニー決定戦9位から12位、第3節、結果、ノルディーア北海道、2017年12月10日閲覧。2017プレナスチャレンジリーグ入れ替え戦、日程決定のお知らせ、ノルディーア北海道、2017年12月10日閲覧。 2017プレナスチャレンジリーグ入れ替え戦ノルディア、北海道、つくば FC レディース残留決定のお知らせ。日本女子、サッカーリーグ。2017年12月10日閲覧。2018プレナスチャレンジリーグイースト第15節、パストラルカーズサンクスマッチのお知らせ。ノルディア、北海道。2018年9月19日閲覧。 2018プレナスチャレンジリーグイースト第15節結果ノルディア北海道2018年9月19日閲覧2018プレナスチャレンジリーグプレイオフジョニー決定戦5位から8位のお知らせノルディア北海道2018年9月19日閲覧2018プレナスチャレンジリーグ最終順位確定のお知らせ日本女子 サッカーリーグ2018年9月19日閲覧2021シーズン概要についてニュース日本女子サッカーリーグオフィシャルサイト日本女子サッカーリーグ2021年3月8日閲覧2021プレナスなでしこリーグ2部参戦決定ノルディア北海道2021年3月8日閲覧 北海道新聞2006年11月13日長官新監督就任のお知らせノルディア北海道2021年3月8日閲覧白木星なでしこジャパン公式サイト2012年11月4日閲覧ありがとうございます